まで、メダルいっぱい持ってたやつが勝ち。これめっちゃ光るよ。これ大事よ。早く押さないって。はい、それでは優勝者は VAMBI ハロハロ、どうも、バイユンです。うん、オス、YG です。あちゃん、海くんです。毎回挨拶変わるのやめてください。編集でテンプレートが作れないのよ、毎回毎回違うから。ようよ、なるほどね。そうです、そうです。はい、ということで本日はこちらじゃん、 VS パークという場所に来ているんですけども、はい、こちらですね、7月15日にオープンされる何施設ですか？新感覚バラエティスポーツ施設らしいですね。はい、まだこれ今ね、今日ね、やってないっていうこと。うん、そう、オープン前なんですけど、特別に貸し切らせていただいて、はい、撮影させていただいております。はい、ということで本日の企画なんですけども、頭の上にちょっとザルをつけまして、その上にメダルがいっぱいあります。うん、で、いろんなアトラクションをやってメダルが落ちちゃうと思うんですよ。でも最後に頭の上に乗ってるメダルが多い人の勝ちというゲームをやっていきたいと思います。ということで本日の企画は、最後までメダルいっぱい持ってたやつが勝ち。イエーイ。分かりやすい、分かりやすい。え、これは本当にもらえるんですよね？あ、これ最後にですね、あの、残ってたメダルの枚数かける500円が一番残ってた賞金です。こちら、そう、マジで話、結構よ。もう今日私10万円持って帰るよ。だから500、相当よ。10枚残ってても5000円でしょ。ちなみにスタート400枚入ります。やべえじゃん。400万、いくら？20万。みんなの頭には20万乗せてスタートします。いや、だからそんなうまくいくかなということです。勝った一人だけですか？勝った一人だけ、一番持ってたやつ。最終的にも本当にやっちゃうかもしれない。ちょっと待って、お前そっか。で、うーってやったらバーンって落ちますから。全部バーン、そう、全部バーンって。どんだけ20万欲しいんだよ。YG なんか私がこうやってひっくり返してバーン、もう返り討ちにボーン。結構新感覚バトルロワイヤル。新感覚バトルロワイヤル。懐かしい。で、早速やっていきたいと思います。ということで早速やっていこう。それではちょっとメダル授与式、こちらやっていきたいと思います。それではチョンチョン、おー、20万円乗ってるぞ、頭に。じゃあもうお互いどんどん入れ合ってもらって、はい、おー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 、うわー、重い。ということで早速やっていきたいんですけども、はい、まずこちら第1のゲーム、前から動物がこのね、走ってきます、はい、それを反復横跳び的な感じでね、この避けるというゲームでございます。なるほどね、楽しそう。私スポーツテスト1級だよ。反復横跳び超得意で、一応ゲームの特質上ですね、まあ早く負けてしまった方が有利になっちゃうじゃないですか。はい、なので1位はビリからこの3本指でガッてメダル取って自分のにできるというルールを採用したいと思います。僕手大きいんで最下位の人を覚悟してください。私フリじゃない。じゃあゆんちゃんは呼んでいい？呼んでいい？ダメだよ、ふざけんじゃん。金の王者が。なんてやろうだ。じゃあ早速やってみましょう。はい、真ん中がつけてる。これめっちゃ光るやん。これ大事よ。集中、集中、集中、一本集中、みんなで力を合わせて。わかりました。はい、俺の1ヶ月の収入が乗ってんだ。いきます、最初のゲームジャンケンポン。喜びの前、わざ喜びの前。いや、それ罠
から危ない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 、引っかかんなかったぜ。歯医者はひざまずくんだ。ひざまずきな。いや、ちげえだろ。それでは、このイーグルクローで取っていきたいと思います。いきます。いや、取り方すごいな。めっちゃ取ってる。ちょっと待って、ちょっと待って。取られた瞬間、すっげえ軽くなったんだけど。チャージ。いいな。いや、でも俺結構落としたから。まあ、確かに。そう、ゴムぐらいか。ということで、じゃあ第2ステージに向かいましょう。見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、結構テレビとかでもおなじみのね、このどっちかに偏るところでガンガンってなって、まあ、このモニターのステージをまあクリアしていくような感じですね。でこれは2人ずつなんで、チーム戦、勝ったチームが負けたチームから3ポイントです。うわー、なんかもう勝負始まってるってことが面白い。ウミくん、YJとバイニュンでやっていきましょう。俺らの呼び名普通だな。ウミJ。オッケー、BGA で休業。あ、いいや。待って、まっすぐ、まっすぐ。あ、え、違う、なんだ。やっぱ、最初はちょっとあれだね、不慣れだね。はい、はい、来ました。もう一、待って、行き過ぎ。はい、足の長さで言うなら俺が勝ったらザル取っていい。それが多分一番短い。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まあ本当見た方が早いと思うんで。はい。行く。それではまず太古の暴流ティラノサウルス20キロから始めたいと思います。ドン。早いよ。あ、どうなる？あ、
悲しい。一応コノハの忍びとしてナルト走りで勝ちたかったんです。ダメだったみたい。それでは YJ の挑戦です。とりあえずゴールしないとこれ取られちゃうんで、ゴールさえすればこれはなくなります。勝負どころだと。しかも体力勝負。まずは自分が立っている場所があるんですけども、もしも、はい、落ちてしまったらマネージャーに一つか一つかん没収される。一つかに没収。なるほど、はい。それでは早速やっていくぜ。うわー、それでは行きます。1分間よーいスタート。どっちもいい。やばい、この勝負。
はい、こちら全てが決まる、こちらいわゆる手押し相撲なんですけども、一つルールが違うのが、お互いね、あのスポンジの棒みたいなものを持ってやります。はい、それでこの押し合う引き合うみたいな感じで、うん、恋の駆け引きと一緒、押したり引いたり押したり引いたり。俺めちゃくちゃ押す派。私もグイグイ押す派だよね。だよね。どっちなの？俺はね、あの引っ張ってほしいってアピール。そう、奥手。デートのプランも何も考えない。はい、相手は、まあ押したくても押せない気がします。あーでも濃いね。でも昔俺バンちゃんのアドバイスで LINE しまくってたブロックされて、あのそうね、記録すらつかなくなったから、この人に恋愛相談しちゃダメです。そうやって送ってショックです。ルイ君に恋愛相談されて、こう送ればいいんだよ、ピッて送ったらもう帰ってこない。二人ともゲラゲラ笑いながら飯食ってる。人の失恋をおかずに、ルイ君の失恋をおかずにご飯食って。じゃあ最後、勝負のグッパーしましょうか。はい、グッパーグッパーグッパーチス、ハイランチス、ハイラン。またやだ、絶対やだ。ついに因縁の戦いが、やだもん、この人。これは戦術を打ち破る。そうだね。これ胸に押し付けちゃった場合ってどうするの？ん？だから届かないんだよ、ここまで。方が届かない。俺の方なら届くかもしれない。あ、こっち。どこ？ルイ君のこっちの方ならね、Y 字を突き出せる。余裕なんですけど。それずるいっすね。下心と比例して伸びる。ぐんぐん伸びる。じゃあ、ステージへ。はい。それでは優勝者は213枚 YJ です。うわー、213枚、桁が違うんだよ。桁が200って いくら。10万あるよね。11万1500円です。おめでとうございます。家賃払える。いいな。おめでとうございます。だから YJ がね、負けたゲームがないんだ。メダル落とすミスはしてるけども、うん、あ、取られることはなかった。取られることは確かになかったんだ。試合に全部勝ってる。そう、ということで第1回メダル王はワイテです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ちなみにゆっちゃんは何枚？40枚です。少な圧倒的少なさ。え、お二人さんはどのくらい平均なんですかね。俺104枚だった。お、おめでとう。110。100枚ちょっとくらいな。ぶっ飛んでる。やったということで第2回、メダル王でお会いしましょう。ということでまた会いましょう。